きょう県内で新たに感染が確認されたのは10歳未満から90歳以上の1328人で、先週の金曜日と比べ203人増えています。1日に発表される感染者数が前の週を上回るのはこれで17日連続です。年代別で見ると30代が227人と最も多く、次いで10代の225人となっています。昨日までの人口10万人あたりの新規感染者数は 528.38 人で、14日連続で全国ワーストが続いています。またアメリカ軍関係では新たに64人の感染が確認されています。これはもはや第7波に突入したものと認識せざるを得ないというように思います。感染拡大が続く中、玉城知事は会見で第7波に入ったとの認識を示しました。第7波にはどのような特徴があるのか、そして対策についてスタジオで解説します。はい、知事が会見で第7波に突入したとの認識を示した現在の感染状況を見ていきましょう。先月30日以降の1日の感染者数ですが、1000人を超える日が4月4日を除くと連続しているんです。さらに人口10万人あたりの感染者数が先月25日から昨日まで全国ワーストとなっています。この感染拡大の要因は通常のオミクロン株より 1.4 倍感染力が強いと言われている BA.2 へ急速に置き換わっているものだと考えられています。 BA.2 への置き換わりによる第7波の特徴と感染症対策について、専門家である県立中部病院の高山医師に話を伺いました。第6波の時には1月の上旬はもう本当に20代の方々中心で感染が広がり、まあ、そうした方々に対する重点措置を発出するということがある程度有効だったというふうに思います。ところが今の時点で一番その人口比で見て多いのは実は10代なんですね。お酒を飲んでないはずの世代なんです。今までのやり方を踏襲して抑え込めるかというと、まあ、必ずしもそうとは言えなさそうに見える。ただ BA.2 になったからといってもですね、感染経路は同じですし、日頃の感染対策を心がけるということで予防できます。例えば歓迎会とか懇親会、学生さんたちで言えば新歓コンパなど、今しばし延期してほしいというふうに思います。子どもたちの暮らしの中でですね、特に密集して、マスクを外すようなイベントがあるとすれば、そうしたものも控えていただくことが必要だと思います。はい、高山医師によりますと、この BA.2 の置き換わりは急速で、1週間でおよそ 10% のペースで上昇し、最新のデータで先月下旬の置き換わり率 45.8% となっています。現在では6割から7割の置き換わりが進んだ可能性があるということです。この BA.2 による第7波の特徴ですが、今年1月上旬の第6波の感染者は20代が中心だったので、飲み会を控えてもらうなど重点措置の発出が有効だったといいます。一方で第7波では感染者の人口比として一番多いのが10代、その次に多いのが10歳未満なんですね。お酒を飲めない世代なので、これまでのように重点措置などが有効かには検討が必要だということです。ただ感染力が強いとはいえ、 BA.2 も基本的な感染対策は同じです。飲食を伴うイベント、歓迎会や新歓コンパなどの自粛や、子どもたちはマスクを外すイベントは控えてほしいとのことです。一方でコロナとの戦いも3年目を迎えました。感染症の専門家と教育現場は引き続き議論を交わし、リスクと子どもの健全な成長のバランスを考えての感染対策をしていく必要があるということです。